久保さん、今回竹内力の内にしましょうか。内側の内に。あの、竹内力シリーズではないんですけども、南の帝王シリーズのな、南の帝王の番外編で、あの、映画が一個あるんですよ。まあ俳優さんは、まあもちろん竹内力じゃないんですけど、竹内力が若い時、まあ南の帝王が、の、え、万田銀次郎が若い時の、その、どういう、 生活をしててどうなぜそうなったのかっていう映画があるんですよ。これ結構僕好きで。で、まああの、まあそれも結局悪者を倒すんだけども、そ知識で倒していくんですよ。で、その知識で倒していくんだけども、あのめちゃくちゃ勉強するんですよ。で、10人ぐらいね、いろんな、まあホームレスの、実は昔こんなすげえやつだったっていうホームレスの人たちが集まって、で、その、竹内力にこれ勉強しろ、みたいな。あの 六甲全焼ですか,なんか六甲全焼バンみたいなこれこれ。これ覚えろみたいな。えー、これやるんすかみたいな。<laughs> でもう、うわ勉強するんですよね。であの、知識の武装をしていくんですよ。でそれすげえ面白くて、また見,見たいな。そうん。名前なんだっけな、あの映画。竹南の帝王映画、若い。 若い時のやつの物語。あ、このヤング編だ。南の帝王ヤング編っていうやつがあるんですよ。そう。そう、ヤング編ですね。ヤング編っていうのがあるんですよ。これいいっすよ。ヤング編。そう。このね、なんか役者の人も なんか、竹内力に似てないけども、若い時こんな感じじゃないかなっていうような感じなんで、うん、いいっすよ。うん。そう。うん。まあ何かっていうと、あの、力をつけないといけないってことですね。<laughs> 僕も勉強嫌いでしたけども、あの、なんだ。 勉強をしましたしそのうちなるものってうちにあるものって最初は少ないんですようんそうなんだろうな本当に本当ににんだ本当にそう思ったとしてもそのリソースがないんですよね例えばお金を稼ぎたいと思ってもその知識の,そのうちにある今持ってる パフォーマンスだったり、今持ってる知識量だったら足りないんですよ。だからそれを、うちなるものを補っていかないといけないですよね。もちろん一部の人は、もちろん一部の人は最初からですよ。まあ、久保さんが言うように、最初から、その、まあ、背が高いとかね、パワーがあるとか、あ,あの、IQ が高いとか、まあ、そういうのはあるんだけども、ただ、ある一定のところに関してはないんですよ。例えば、もう、ある一定っていうのを遡ると、 赤ちゃんまで遡ると体、大した全然変わんないですよね。おぎゃしかみんな言えないですよ。多分そこに、あのー、何もその、うん、なんだろうな。あんまりこの、なんだう、差はないんですよね。うん、差があるとするならば、なんか、ちょっと、5 0 0 0ムで生まれたか、2 0 0 0ムで生まれたかとかね。その体重の差ぐらいじゃないですか。だ大体みんなおぎゃっつって生まれてくるんで <laughs>。 で、おぎゃって生まれてこなくて、なんか、なんだ何名、うん、法蓮劇用みたいな感じでね。おぎゃじゃなくて、何名法蓮劇用っつってね。とか、あの、倫理、倫理転生みたいな。倫理転生して生まれてきましたみたいに、言語を喋って生まれてきたら、それは、うん、完全にちょっと違うあれだと思うんですけど。<laughs> 大して変わんないんで、最初。うーん。そう。 だからそのうちにあるものをどう展開していくのかうちにあるものをどう広げていくのかっていうところがかなり僕は大事なんじゃないかなと思いますねで僕自身もあの実際そうなんで今まであったリソースだけでは絶対無理です今の生活は手に入れてないですうんまあそもそも本を買うという行為すらしなかったですからね昔は いや勉強するって新しい知識を入れるっていうことは僕が勉強が嫌いだったんでだから自分の人生において本を買うということが来,る来たんだなって今思うと今は別に本を買うなんて別に普通,に普通の行為だし当たり前だし別に何の違和感もないんだけどもん昔はなかったですからねうん な、何んだろうな、中学校の時あの僕貧乏、家が貧乏だったっていうところもあって、お金持ちになりたいなとは思ってたんですよ。だけど、思ってたけども、じゃあ本を買ってたのかっていう、本を読んでたのかっていうと全く読んでないですよね。<laughs> 勉強嫌いだし。だから僕が思い、覚えてるのが、当時、その、僕が中学校の時に、あの、ホストクラブのドキュメンタリー番組が結構、やってたんですよ。 あの、白崎仁、クラブアイ、白崎仁時代ですね。で、それを見て、ああ、ホストもいいな、みたいなね。結構記憶がそれあるんですけど、今、ホスト番組って、まあ、テレビ見ないんで分かんないですけど、多分、昔みたいなドキュメンタリーないんじゃないかなと思うんですよね。今、まあ、今はなんか、YouTube でなんかそういうのやってますけども、個人がね。うん。そう。あの、なんか、白崎仁のあの、 給料1000万超えみたいなね、こうやって。なんかすげえ印象深かったしね。すごいな、みたいな。白 <laughs> 崎人って今何やってるのかな一回ね、なんかあの芸能人になってなんかテレビいっぱい出てましたけど。白崎人の今。うん。白崎人。うん。今何歳なんすかね、白崎人って。 44歳か。あ、じゃああんまり変わんないんだな。四5個上ぐらいか。うん。いやー、なるほどね。ということは、僕は中学生の時じゃないのか、高校生の時か。うん。まあでも、すごく印象深かったんですよね。 うんそう,うんなんか今テレビショッピング事業をやってるらしいですねええー、なるほどはいまあ、ということで あのヤング編もいいですよ。竹内力の。竹内力じゃないですけど、南の帝王ヤング編こう、おすすめでございます。あのね、あの、やっぱね、南の帝王もそうなんですけど、あの、悪役をこう倒していくときの、あの、BGM っすよね。あの、僕はあの、南の帝王のあの、BGM めっちゃ好きなんですけど、あの、なん、なん、ちょっと言えないですけど、あの、これからなんかこう、始まっていくぜ、みたいな。とか、あと、なんか、あの、 敵役をこういなしてる時の流れるあの BGM が好きなんですよ, <laughs>、うんそうあのよ。よく BGM が流れる時た竹内力がねあのベンツに乗ってね「今から行くぜ」みたいな,なんかこれからなんか始まるっていう時に BGM が流れたりするんですけどあれ好きなんですよね <laughs>。まあいいや。はい行ってらっしゃい。